こんにちは。天地無用のファンの皆さん、ただいま、和習ちゃんでーす。というわけで帰ってまいりました、天地無用。8年ぶりのですね、ビデオ化ということでですね、今日はなんかみんなアフレコのスタジオがですね、まるで同窓会のような感じで和やかに進んでおりました。はい、まあ8年という歳月を経ましてですね、まあ、みんな一段とこうアダルトというか、大人っぽくなったというか、もう一味も二味も素晴らしい天地無用に出来上がったのではないかと思います。はい、そして和習ちゃんは今回、昔にもあったシーンなんですけれども、天地をモルモットにして遊ぶシーンがありますです。はい、ここがですね、ますますこう、なんて言うんでしょうか、楽しい、こう色っぽいというか、まあちょっと暴力的な感じでもあるんですが、どんな仕上がりになるのか楽しみに私もしております。はい、さてさて、これから天地無用どんな展開になっていくんでしょうか。皆さんどうぞご期待ください。小林優子でした。